さんこんにちは、無理やりです。私今どこにいるでしょうか。一人で出張 now でございます。はい、ですね、今日は出張ということでですね、一人でね、こんな感じでホテルの中にいるんですけれども、ホテルの部屋にいるんですけれども、最近ハマっているギリシャヨーグルトを買ってきました。で、これは初めて食べるんですけど、はい、じゃん。ね、最近ね、ずっと毎日ギリシャヨーグルトを食べてるんです私。で、なんでって聞かれると、なんでかわかんないんですけど、食感が好きなの。ただただ毎日食べないと本当になんか不安になるので、ギリシャヨーグルトを今日も買ってきました。ここでもかというぐらいびっくりするんですけど、でせっかく食べるんだったら、このなんかティラミス味とただの蜂蜜味をと食べ比べてみようかなと思って2つ買ってきました。もったいないけどね、一気に2つ食べるのね。美味しさで心喜ぶ。米印何の意味これ、気にならない、こういうの。ヨーグルトの成分を3倍にしたんだっていうことですね、この米印。こういうの気になっちゃう人、私マックに、汁が、汁がマックで、マックに汁が。何これ、やばい。ちょっと今ね、三脚持ってくればよかったって後悔してんの。もうこんなとこに来てまで動画撮るって思ってなかったから、なんか動画撮りたい願望にすごい駆られてて。何これ、不燃物。すごくない、アパホテルって。見ました皆さん、アパホテルのレビュー出してる。私先にこっち出せたらごめんね。では最初、危ないから、普通に食べるよ。蜂蜜のやつ食べます。私がいつも食べてるギリシャヨーグルトとちょっと違う。こういう感じなんだ。私がいつも食べてるのはね、もっとね、こう弾力がちょっとありますね。あとはふわふわしてる感じです。ギリシャヨーグルトにも全然違うんだね、食感がね。なんか意外と新たな発見で、ちょっと嬉しい。ティラミスを食べてみたいと思います。これ混ぜるのが正解なのか何なのか。いただきます。なんか蜂蜜は本当に蜂蜜をそのままかけて食べてるヨーグルトって感じなんですけど、多分これが基本あれですね、あの本当にヨーグルトとあんま変わらない。若干苦い。今日はこのティラミスと蜂蜜を食べ比べてみようっていうゆるすぎるものなんですけど、私は蜂蜜の方が好きだった。これは純粋に蜂蜜の味がすごく引き立ってて美味しかったからです。こっちはちょっと苦いのが苦手な方はなんかね、ヨーグルトがやっぱ酸味があるからね、なんか苦さがちょっと勝ってしまう気がする。ローソンで買ったので、皆さんよかったら食べてみてください。それでは森やりでした。せーの、おつわり。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。皆さんギリシャヨーグルト食べたことありますか？ある方はノーしてください。挙手制にしようかなと思って。でもギリシャヨーグルトすごい最近ずっと食べてるので、詳しくもっともっと違う種類のは何個かに分けてやりたいと思います。バイ。